野球に限らなくてもいいんですか。はい、何でもいいそうですよ。高校時代といえばこの思い出、壊すと高校時代、あ、そうですね、やっぱり野球中心の、生活で、たくさんのいいチームメイトに恵まれ、楽しい3年間を過ごして、今も付き合いありますし、高校3年間が本当に一番部活で培った信頼関係が結ばれたと思います。はい、ありました。岡山選手お願いします。自分も野球しかやってきてなかったので、まあ、自分たちの代って10人ぐらいで部員が少なくて、その仲間と一緒に甲子園に行けたことが一番素敵な思いで、はい、少数精鋭でしたね。はい、じゃあ星選手お願いします。高校時代でも部活ばっかりだったんですけど、はい、まあ唯一の思い出したのは、先生と付き合ったわけで、これをしたんですよ。先生が付き合ったんですよ。先生が付き合ったんですよ。そこでなんかもうすごいぞ、年上の人が最初にこう、なんかマドに付き合った人が、そこからちょっとおかしいって言ういいの、そんな話してんの。なんか実業に寄ってってしまう感じがいいっす、綾部がライオンで欲しかったからね、雰囲気がちょっと好きな高校時代ですね。ちょっと話膨らませさせてください。何を担当されてた先生ですか。まあ、英語の担任ではない、感じてないんですけど、やっぱりアメリカの人ですね。ああ選手からどっちも入るわ。それは知ってた、知ってた、知ってた。もう一回やってみてくださいよ。はい、マクイさんの方にもマイク当たりました。そうですね、マクイさんさすがに空気読むのがうまい。はい、じゃあマクイさんの高校時代の思い出。そうですね、まあ唯一の高校時代殴られた思い出がありまして、今千葉のチームに隣の殴るようなタイプですか、あの方は。折り出されて、全員が殺されて、インクタンです。話を結構大きく本当なんですか。でもなんかN投手の前に行っても、なんかとりわけ怯えた感じはないですよね、涌井さん。実はビビってますよね。でもそんなことやられたんですか。いつかやりたい。そうですね、そうですよ、もう一回やり返しましょう。はい、田中さんお願いします。高校時代の、高校時代の皆さん野球だったんで、高校時代の時は、初めて伊勢の方と映画館に行きました。何をご覧になったんでしょうか。これは マダガスカル。なんか CD みたいなのが、そういうのが間違えた。一緒にタイタニックって言い方が分かりにくい方が言ってる。高校時代の思い出。茨城出身で、はい、両方ワールドの学校になったので、2つあったんですけど、一個最後の夏の大会1週間前ぐらいに食堂で皿の洗いのなんかジャンプになって状態になって、全員学年で大乱闘になったっていうで、その食堂の店長が、ボディービルーターで茨城県チャンピオンになったんで、終わりました。行こい、ほらーって言って、ご両親になったっていうのと、学校の校舎の塗装で、4階建ての屋根の上に細くて10人ぐらいでやって、みんなで遊び回ったって、屋根の上に登って遊び回ったっていうのが、そうなんですか。みんなそこそこ割るということですね。お分かりいただけたでしょうか。はい、ありがとうございます。それでは、すみません、あと1問というふうに